<laughs> こんばんは。こんばんは、ライオニーさんです。ライブ配信します。ライブ配信します。<laughs> ライブ配信しますよ。全速だわ。全速で咳出るわ。 さあ今日はアメリカ株の話しますよ。はい、こんばんは、KK さん。はい、<laughs> 参加された方ね、あのー、YouTube、皆さん YS さん、必ずもう,、あのー、もう1番か2番目にコメントきますよね。待ってました、a さ s さん。はい、<laughs> 参加された方あのいいねし、いいねしてください。そしたら通知がみんなに行くんで、人が集まったら、ね、話していきたいと思います。 はい。TikTok の方も参加された方、画面2回押すとか言ってね、いいねになるんで。あ、バラありがとうございます。岡本さん。はい。あの、いいねしてもらって。はい。人が集まったらね、話していきたいと思います。はい。あ,ありがとう、TikTok。今日は TikTok のいいねが多いから、TikTok のコメント読んでいこうかな。全速大丈夫ですかまあ、なんとかなるっしょ。なんとかなるっしょ。剥けられないよ。 はい、うん <laughs> 株でも今日も上がりそうですよね今日もちょろっと上がりそうまあそんな強くないけどうん先物は今プラスで推移してますねはいさすが a m a z で予約ありがとうございます VUG のこと聞きたいです VUG 理覚しましたね あモアハンド・レイニーさん、おつまるすい水さんです。ライオンーさん、えー、ハクトさん、あの、キュンです。ありがとうございます。えー、ライオンーさん、お疲れ様です。このバラのあ、バラじゃないか。スイカオ・オなんとか、2020さん。ありがとうございます。はい。YouTube の方も参加された方、あの、いいねください。いいねで人集まってきたらね、話していきたいと思います。予約しましたよ。ありがとうございます。はい。アツ さんはいキャンディーいっぱいありがとうございます。メインメインさん。はい。えー、おいでやすころすけさん。幽聴で通していたことですダメですね。ダメですね。幽 <laughs> 聴、ね、やめた方がいいですね。ぼったくり銘柄売ってますね。はい。アツマティックさん。こんばんは。いつも勉強させていただいさい。はい。サイさん。こんばんは。おでん二八さん。いつもありがとうございます。今日も楽しみに。 え、聞かせてもらいます。こんばんは、ファイヤーしたいです、高しさん。はい。まさいちさん、こんばんは。としふくさん、こんばんは。はい。ボクシングの山中さん。あ、それなんかたまに言われますね。はい。髪の毛がちょっとボサボサで切りたいんですけど、今日はライオンの T シャツ着てますよ。はい。明日が山ですかね。クリスマス明けの来週。 下げきそう。うん、どうですかね。あの、年末年始はちょっと上げるかもしれないですね。なので、どうだろうな。今もう最高値更新しそうみたいな感じで、なんかちょっとここでね、あの、いいニュースが出ればね、なんかクリスマス商戦売れてますみたいなニュースが出てポーンって。だから昨日、この間ね、あの僕ライブ配信で友達来てるとき、ステファンっていうね、メキシコ人で仮想通貨でね、あの、仮想通貨の金利でファイアしてるやつが言うんですけど、 あの、まあ、もしかしたらこの中にね、あの、ダラダラとしたライブ配信を見てた人いるかもしれないんですけど、何の話だったっけ。えー、彼はアメリカにも住んでたことあるんですよ。で、すごいっすよ。あの、まず金のオプションでめちゃくちゃでかいお金作って、メキシコに土地を買ったっていう。ユカタンっていうところにね、土地を買ったっていうやつでメキシコに住んでるって。で、えっ、ー、と、アメリカにも住んだことがあって、家族でアメリカに住んだこと、妹も今アメリカに住んでて、家族でアメリカに住んでたことがあって、 で、えー、っと、だからアメリカの金融マーケットのことも結構詳しくて、まあよく聞いてるんですけど、僕も。で、なんでそのクリスマス年末年始株上がりやすいかって言ったら、結局このクリスマスの時に株下げたら、なんかその株価下がったら結局お金ないから物買えない。で、景気悪くなるっていう感じがあるらしいから。だから、まあ年、まああのトランプ大統領の時に2018年ぐらいの時にクリスマス暴落ありましたけど、 まああれはちょっと米中がやってたからそうなっただけであって、あのー、なんだろう。ええー、まあ通常だと、まあ年末年始とか、その、えっと、<laughs> 株価上がりやすいんですよね。うん。クリスマスとか。そう。なので、まあ上がるんじゃないですかね。よっぽど悪いことが流れなければ。YouTube はライブしてますかやってますよ。一緒にやってます。 なんか今日は YouTube 全然集まってこないですけど、YouTube あの集まったら皆さんいいねください。いいねください。人にそうすると通知がいくんで。はい。そうそうそう。で、このクリスマスから年末年始、株高になりそうな雰囲気にちょっとなってきてるんで,で、そのなりそうな感じと来年のどうなっていくかっていう話をね。 もうちょっと人が集まったらしょうがなと思ってますね。ちょっと人全然今日は集まんないんで。この間、だらだらとしたライブ配信をしたからかもしれないですけど。はい。うん。ETF なんでキャッシュ増やして来年待ちます。そうですね。なのでキャッシュが手元にあんまりない人は、ちょっと増やしといた方がいいですね。なんか僕がやってるスクール FFC とかでも、あのー、本当にキャッシュの比率めっちゃ少なくなってる人多いんで。うん。 なので、いや、全然キャッシュポジション多いですよっていう人は別に売らなくていいと思う。長期投資で考えてるんだったらね。はい。おうん。えー、サイさん、ライオン兄さん、著者。早速予約注文しました。楽しみです。ありがとうございます。積み立てで先進国はどうですかまあ別にいいんじゃないですかね。うん。いいと思いますよ。<laughs> アラフォーママの日常。書籍購入しました。ありがとうございます。うん、アラフォー、アラフォアーママの。なんかこういう名前つけてるってことは YouTube で発信されてるんですかねって思っちゃう。まあ新興国はどうですか新興国ね。うん、どうだろう。あんまよくないかなって僕は思ってるね。 だってこれから金利上がるじゃないですか。金利上がるとどうなるかっていうと、新興国からお金抜けるんですよね。だってアメリカが金利、まあ来年はそ,そうでもないかもしれないけど、再来年とかその次になってくると、アメリカが金利上げていくと、結局新興国からお金抜けちゃうんですよね。ドルに逆流するっていう動きが起こるんで、そう。だからまあどうかな、うん、っていう感じですかね。 まあ、インドとかはね、人口増えますけど、もう中国はもう下がっていくっていう感じですから、まあ、普通に考えてアメリカはあと20年は安泰かなっていう、思ってますけどね。はい。人口ベースで言うと2100年まで増えるんで、今2020年だから、まあ、多分僕、いや、わかんない。僕、僕の、僕らの時事になってる頃は寿命が伸びてるかもしれないになん何とも言えないですけど、まあ、僕が死ぬぐらいまでは全然大丈夫かなっていう見通ししてますけど、 はい。えー、なんか、ライオン兄さんは毎月オンライン授業されてますかえー、どういうことですかねセミナー、フロントセミナー、え、ファイナンシャルフリーカレッジのフロントセミナーは、もう毎日やってますね。で、昼、夜、朝、昼、夜。まあ、朝だけとか昼だけとか夜だけの時はもあるけど、朝、昼、夜の枠作って、今、セミナー講師もいっぱい増えてるんで、まあ、やってますね。はい。うん。 で、えー、投資講座は、えっ、ー、と、3ヶ月でワンクルーのやつが、年2回やってますね。まあ、年明けから次4期っていうのが始まりますね。4期。うん。で、まあ、その、えっ、ー、と、基本的な講座やった後に、その応用編みたいな、個別株とかね、アメリカの個別株とかの講座が、まあ、それも年2回っていう感じですね。はい。<laughs> っていう感じです。あと、なんか、ウォーレン・バヘットの、バヘットオンラインスクールっていうのはね、メアリー・バヘットさんっていう、バヘットの娘が、娘じゃないわ。妹がいて、そう。で、ウォーレン・バヘットが唯一、こう、認めてる、スクールがあるんですよ。株式投資の、バリュー株投資のね。で、そのバヘットの投資のやり方、バリュー株投資のスクールと、まあ、ちょっと提携みたいな感じになりましたんで、はい。そういう感じになりましたんで、FFC に入ってる人は、そのバヘットスクールの方が来て、 まあちょっとね、あの、バリュー株の話の講座を受けたりとかもできるようになります。はい。そういう感じになりましたんで、はい。いい感じですよ。はい。本予約しました。ありがとうございます。はい。<laughs> 来年米国株を探りそうですね。それでも ETF とかやり続けた方がいいんでしょうか。なので、えー、っと、そうなんですよ。だから、 まず、その長期投資で、積み立て NISA とか、例えば ETF の積み立て外でもいいですけど、その長期でやってる人は別に積み立てをやっていけばいいんですよ。普通に。で、えー、っと、アメリカ株がっつりの人いるわけじゃないですか。例えば、例えばもう、あのー、うちの FFC でも、今月に3人とか5人とファイヤーするんですよね。普通に。普通にファイヤーしちゃうんですよ。で、でもファイヤーした人っていうのは、やっぱ4%ルール、インデックスやってる場合4%ルール まあいろんなファイヤーの仕方があります。高配当でファイヤーする人みたい。いろんなファイヤーするやり方があるんですけど、まああのそのえー、とインデックスとか ETF で、ね、<laughs> ファイヤーした場合っていうのは4%ルール使っていくわけじゃないですか。そうすると、わ、えー、かんないです。わかんないけど、もしかしたら来年、えー、株が調整来るかもしれない,っていうか。大暴落はないと思ってます。なんかリセッションみたいなやつはない。 可能性が高いと思ってる、まあ。ワンチャン来るかもしれない。そもそもいつリレースセッションが来ても、いいようなポートフォリオを組んでおかないと、もちろんダメなんですよ。だって何があるか分かんない、マーケットっていうのは。そうだからまあそれでえ、組んどくんだけど、結局4%ルールを使っていくときに、自分がファイヤーしたこの金額を上回って4、4%売却しても、この金額を絶対に下回らないっていうのが4%ルールの使い方なんですよね。 じゃあ、それどこで使っていくのってなった時に、えー、この年末年始は株高になりそう。ね。今のところ、そう、ちょっとそういうムードになってきた。で、えー、じゃあ、今 SP500 とかも最高値更新。もし、それいかなかったらちょっと下がりそうですけど、いったらこう、ちょっと突き抜けそうじゃないですか。うん。で、わーってなって、ちょっとピークつけた時に、まあ僕はちょっと一部利確しようかなって思ってますね。なんか全部売らないっすよ。全部売らないけど、まあ <laughs>、 というのも、僕も3月ぐらいから税金めっちゃ来るんですよ。だから、まあ今のキャッシュもあるんですけど、ちょっとキャッシュポジション増やしときたいなっていう感じですかね。なので、そこでワってプラスになった人、なった場合、その4%ルール使いたいなっていう人は、そこで売っとかないと、下手したらその後、えー、<coughs> 株価が思うように上がんないかもしれないんで、まあちょっと、えー、そういう感じですよ。だってテーパリング3月に終わって、 利上げをいつスタートするか分かんないですけど、今のこのインフレ率の、アメリカのインフレ率の感じを見てると、もう利上げも早くしたい多分 FRB は思ってるでしょうから、これ利上げしても効くかどうか分かんないんで、いや、インフレにね、どれぐらい効くか分かんないんで、やってみないと分かんないですよ、それも。なので、やってみてちょっと調子、あんまりもう一つだったら、ちょっとどんどんやっていくみたいな感じになるかもしれないし、そうすると、ちょっと株価には逆風ですよね。うん。 そして、まあ、過去の事例で言うと、前回の、えっ、ー、と、このリーマンショックあってから、えっ、ー、と、利上げ、テーパリングやって、利上げやりますって言ったときは、結構下げたんですよね。15%ぐらい調整したんで。だから、利上げをやりますっていう、なんだろう。別にその利上げをやりますっていう発表があったことによって、直接企業に影響するかってないんですけど、折り込むんですよ、それをね、株価っていうのは。うん。だから発表があっただけで動くと。で、動いても、 なんだ利上げイコール株が下がるっていうことではないんで、その <laughs>、結局、利上げするとどういうことかっていうと、えっと、まあ、そんな0.25ポイント上げたところで別に大した変わらないんですけど、だんだん上げていくと、企業が、えっと、いい決算を出しづらくなるんですよ。利上げをずっとやっていくと、企業がいい決算を出しづらくなる。2回言いましたよ大事なことは2回言いますから。で、 一回じゃあ利上げしました。で、そこでちょっとそういうね、調整があるかもしんないけど、でも、CO 企業の決算がありました。いや、決算が相変わらずめちゃくちゃ絶好調ですってなったら株価上がるんですよ。逆に。そうなんですよね。で、えっ、ー、と、じゃあその株価が上がってる様子も見て、FRB もでも、あ、まだ全然インフレしてる。もうまた利上げしないと。利上げする。ね。うん。でも、あのー、で、それの繰り返しですよ。結局。 うん。利上げするけど <laughs>、景気良くて、全然決算良かったら株価は上がるんですよ。うん。でも、それを上げすぎていくと、いくらの景気が良くても、金利を上げすぎると、だって企業は、なんだろう。あの、例えば SP500 に上場しているような企業っていうのは、まあ、ほぼほぼみんな、僕らみたいな個人企業家で、ね、無借金経営みたいな、そんなことありませんから、あの、融資受けてますから、そうすると、その返済の金利がだってない方が、 当然、企業は楽なわけじゃないですか。だけど、金利が上がってくるってことは、そのキャッシュフローがしんどくなる。利息払わないといけないってなるから、どう考えても企業は、いい、上がりすぎていく、ね。金利が上がりすぎていくと、いい決算を出しづらくなってくるんですよ。だから、もう本当に、あの、決算を見ていかないといけないっていうことですね。<laughs> はい。そういうことです。なので、えー、どういう感じになるかわかんない。もちろん、2022年、利上げしても、 いや、全然、えっと、企業の業績いいよってなったら株価上がるし、なんかコロナ終わりっていったみたいな感じになったら、当然経済フル活動できたら景気良くなるし、ちょっとコロナはちょっと分かんないじゃないですか。ね。<laughs> 俺コロナかな。うん。まあ、ぜんなんですけど、<laughs> はい。そう。なので、えー、まあ、未来はどうなるか分かんない。 調整するかもしれない今まで金融緩和でバブル的に SP500 とか、ね、の月足のチャートを見てもらったら、今日の YouTube ショートと TikTok でも出しましたけど下が、コロナショックで下がってからもう垂直に上がってるみたいな上がり方してるじゃないですか。こんな上がり方しないんですよ。なんでこんな垂直に上がってるのこれが金融緩和なんですよ。だから企業の業績とかより金利とかそのマネーサプライの方が株価に与える影響はめちゃくちゃでかいっていうことです。 これはコロナショックが起きる前からの話です。前からアメリカ経済っていうのは、QE っていうのをやって、量的緩和をやって、トランプ大統領の時から株価を押し上げていたんですよね。うん。まあ僕の、僕の友達の、そのステファンっていうやついわく、いや株が上がってるんじゃなくて、ドルが下がってるだけだって言うんですけどね。そうそうそう。なので、どうなるかわかんないけど、まあステファンが言うにも、 仮想通貨も上がりすぎたと。もう上がりすぎた。コロナ終わってから、コロナショックから上がりすぎた。株も上がりすぎて、もバブルなんですよ。うん。そう。なので、えー、っと、全部売らなくてもいいけど、キャッシュポジションがちっちゃい人は一部売っといてもいいかなっていう感じですね。まあ、そういう感じです。そう、売っといたから必ず調整になるかっていうのはわかんない。それ誰にもわかんないけど、えー、まあ僕の場合は、 ちょっと、結局、株価が上がりすぎたことによって、その現金比率変わるわけじゃないですか。株価が上がりすぎたことによって、株の比率が大きくなっちゃってるんで、まあ、その一部を売って、現金のポジションを増やしておくっていうことですね。まあ、税金の支払いにも備えて。はい。ちょ、そんな感じです。はい。あ、YouTube の方、今ね、300名ぐらい来られてますけど、えっ、ー、と、人が集まったらもっといい話するんで、あの、今来られた方、グッドボタンを押していただければ、みんなに通知がいきますんで、よろしかったら、グッドボタンお願いします。 の TikTok の方も、ね、いっぱい集まってるんですけど、よろしければ、画面2回であのいいね、えー、お願いします。はい、<coughs> あ YouTube めっちゃ増えた。倍ぐらいになりましたね、いいねが。はい、ありがとうございます、TikTok の方も。はいっていうことなんで、えー、と結論、ポジション、現金比率との調整っていうことと、特にアメリカ株がっつり、株にがっつりやっちゃってる人ほど、ちょっと比率考えた方がいいんじゃないかなということで、 え、長期で、積み立てコツコツ、積み立てコツコツの人は別に気にせず、積み立てをすればいいんですよ。っていうだけの話です。予約しました。ありがとうございます。はい。まあ、書籍予約しました。ありがとうございます、アニさん。で、話し始めました。なので、資金がなく、積み立て n i s 漫画、<laughs> それはもったいないな。それは、ちょっと、いや、別に、あの、レバラスをスーパー全部否定するわけじゃないですけど、あの、積み立て NISA 漫画やって、 るのがまず先決だと思いますよ。非課税枠をまず使い切るっていうのが。うん。はい。アユホコトさん、こんばんは。書籍予約しました。ありがとうございます。はい。えー、<coughs> 来年1月から SP500 で住にさ生始める予定ですが、タイミングとしてはどうですかタイミングとしてはあのいつ始めても OK です。はい。いつでも大丈夫です。でも、その、非課税、綺麗に使い切るっていうふうに考えたら、あの、1月からやるっていうのは、 キリがいいんじゃないですかね。まあ中途半端な人、ボーナス設定とかね、使いますけどね。はい。まずです。ディープインパクトさん、こんばんは。VIG 積み立て。VIG。まあ悪くないと思いますよ。<laughs> まあ右肩上がりで、コストも安いし、ただ、えー、っと、VIG は、あ、VIG?、えー、購入手数料かかるじゃないですか。 積み立てで何回も積み立てするのに毎回コスト取られるって、それってちょっとあんま良くないっていうか、SBI 証券だったら VOO と VTI と VT は買い付け手数料無料なんで、絶対得ですよね、その方が。何回も何回もやるんだったら。うん。まあ、個別株とかはまあ基本的に手数料かかるんで、そこは僕も諦めてやってますけど、でもまあ個別株はあんま別にまあ 投資するときに、ある程度分散もしますけど、積み立てっていう感じでやってるわけじゃないんで、僕の場合は。はい。<laughs> えっと、なんだったっけアマゾン。アマゾン。はい。ちなみに、本の方は、まさかの、えっ、ー、と、多分ね、概数で今、1600冊ぐらい予約入ってる。<laughs> なんかもう、普通に、普通の著者だったら、多分五500冊予約入ったら、多分出版社の人からしたら、すげえ っていう感じ。まあ門、角川書店は、あの、1000冊でも、あまあ、それぐらいですかっていう多分感じなんでしょうけど、1600冊って多分相当すごいと思うんですよね。うん。まあ、まとめ買いしていただいた方が結構いらっしゃって、ま,あ、まとめ買い、まあ、今日の LINE でも配信しましたけど、まとめ買いしていただいた方に、えー、っと、なんだろう、えー、講座とかプレゼントしますっていう話だったんですけど、ちょっとまとめ買いがもうめっちゃ来てて、 このままいくと予約だけの段階でちょっと大変なことになっちゃうんで、一旦まとめ買いもストップしようかなとちょっと思ってまして。で、また、あの、えっ、ー、と、まとめ買い OK ですっていうのを、あのー、やろうかなと思いますんで、えー、ちょっと今ね、注文が来すぎちゃって逆にやばいかなみたいな感じになってるんで、はい。ただ、またその、あの、同じ条件でまとめ買いできるっていうタイミングは皆さんに、あのー、お伝えするんで、 というのも、出版記念パーティーはありますね。はい。出版記念パーティーは。どうですかもしよかったら皆さんコメントで教えてほしいんですけど、出版記念パーティーをリアルで、有料で、会場、会場引っかかるんで、リアルで有料でやるのと、ズームで無料でやるのと、どっちがいいですか、うん、もしよかったらコメントでね、ちょっと教えてください。うん、<laughs> ちなみに、えっ、ー、と、僕の出版記念、まあ、パーティーみたいな、出版記念イベントみたいなんで、 えっと、それこそバフェットスクールの人とか、えそれか不動産投資の人とか、もうお金の、その道のすごい人をめちゃくちゃ集めて、イベントみたいなのやろうかなと思ってるんですけど、めっちゃ面白そうじゃないですか。っていうのをやろうと思って、まあ、その時に、まあ、あれだったら本の、えまとめ買いしたい人は、えその時に、まあ、注文受けようかなとも思ってますね。はい。<laughs> ジュニアニーサ駆け込みでやったほうがいいですか現在18歳です。あ、まあ、あのー、なんだろう、駆け込みでやれるんだったらやったほうがいいんじゃないですかね。はい。うん。この画像を表示。全然ちっちゃい、これ。ダメだ。はい。ポ <laughs> ートフォリューの何を現金化しますかまあ、でも10%ぐらいですかね。はい。 来年は SP500 平坦ですか分かんないです、それは。開けてみないと。開けてみないと分かんないけど、なんか、突き足のチャートとか見てもらったら、さっきも言うけど、コロナショックの底がこう、落ちてからこう上がってるんで、なんかこのままずっと同じ角度で上がっていくっていうのは考えづらいんですよね。で、来年利上げするっていうのを考えたら、こうきて、いや、一旦こういう調整で、そこをちょっと見に行くと思うんですよ、僕は。一旦そういうちょっと、なんだろう。 暴落じゃないけど、ちょっとそこを試しに行って、で、一旦そこついて上に行こうとするけど、でもここが本当にそこだったのかっていうのをもう一回ぐらい確認していって、ちょっとダブルボトムみたいな形になって上がっていくっていうのが、まあ、あの、そのチャートをずっと見てきた自分からすると、なんか自然な感じがする。うん。もちろんそれが、コロナショックの時みたいに、ズガーンってこう v、V 字回復のパターンの時は、二、えー、回。 そこをつけないいってうでも、なんだろうなそう、コロナショックの時は落ち方もえぐかったから、で、金融緩和で V 字回復じゃないですか。だから、あの、あの速度で落ちたんで、ダブルボトムにはならなかったって感じですけど、まあ、緩やかにもし調整が入るんだったら、まあ、ダブルボトムみたいな感じになってもおかしくない。例えば、えー、っと、皆さんこれをパッて言って頭にチャートが思い浮かぶかどうか分かるんですけど、もしよかったらチャートをね、皆さん目の前に表示しながらで、ね、僕の話を聞いてもらえればと思うんですけど、例えば、 えー、去年思い出してもらったら、去年夏頃ろ、ナスダックとかすごい上がってて、で、えー、っと、でもすごい調整が来たと。ね。で、それはととソフトバンクがオプション取引をね、えー、っとハイテク銘柄でやってるっていうのを報道が出て、で、なんかその調整があったと。ね。で、そっから、えー、でももう一回上がってきて、それ多分ね、10%ぐらい下がってるんですよね。うん、10%で、まあ、日常ふ、普段の時だったら結構な下げじゃないですか。からの、上がっていったんだけど、今度大統領選挙。 バイデンとトランプがあの大統領選挙があるっつってで、それは不透明感からなんか、なんだろう、別に悪いことがあるわけじゃないけど、どうなるか分かんないってなると、やっぱリスクオフすんで、なんかもう10日間ぐらい連続で株価下がってるみたいな、あったんですよね。で、それも結局でも、ソフトバンクのオプションの下げの時と同じところでダブルボトムになって結局上がっていったんですよね。うん、そう。だからああいう感じで、えー、っと、そうです。だから、えー、10%とかぐらいの調整っていうのが、まあ、 そのあるんじゃないかなとは僕は思ってますね。はいまあ、別に10%で普段ん怒りますから、20%とかでも普段あるんで。うんはい、なので、まあ、平坦になるかどうか分かんないですけど、別にまあ長期投資するんだったらいいんですよ。平坦でも詰めたったらいいし、なんとなく、ファイヤーしちゃってる人は別になんかまああの4%使えなくても配当は入ってくるわけなんで、売れるっていうタイミングがなかったら、 別に売らなくてもいいんですよ、ファイヤーしてる人も、うん。インカムだけもらっといて、別に現金クッションのとこからお金持ってきてもいいんですよ。でも、もしかしたら来年上がらなくても、来年1年間お休みして、ね、ちょっと旅行みたいな感じになって <coughs>、2023年からまた上がっていくかもしれないし。うん、まあ、2年間連続だいぶ上げてるんで <coughs>、だんだってコロナショックの前の年からめっちゃ上げてるんで、はい。ちょっと一旦休みがあっても、 っていうなんかまあ僕らずっと投資やってる人たちからの常識で話してますけど。はい、<laughs> 逆張り積み立てでオールカントリー。どういうことですか、逆張り積み立て。オールカントリーは悪くないと思いますよ。フィリピンはどうですかフィリピンは、なんかその、なん,だ <laughs> なんかフィリピン株やってて。 えー、やってるっていう、僕、コンサルしてる人で、フィリピン株やってるっていう人いるんですけど、えっと、まあ、仮想通貨みたいな感じですね。うん。だからめっちゃちっちゃいお金が何億になったけど、利確しなかったら、そのまままた戻り戻ったみたいな、<laughs> そういう感じです。<laughs> まあ僕も触ってないんで、わかんないですけど。はい。<laughs> SPLG っていう ETF 見つけたんですけど、大本にさ、あとあれでしょ。SP500 の <laughs>、SP500 の、なんかあれでしょ。えー、どこが出してるやつだったっけえー、ステートストリートだったっけ安く買えるやつでしょ悪くないと思いますよ。コストもやす安か、安ければいいと思います。<laughs> ただ <laughs>、ま、心配なのは、純資産残高が大きいかどうかってことですね。純資産残高が増えていってるかどうかっていうとこは、ちょっと見といた方がいいですね。<laughs> じゃないと、 純資産残高が増えていかないとやめますってなるんで。うん、これは投資信託も一緒ですね。純資産残高が増えてるかどうかっていうのは見ないといけない。うん、例えば、最近うちのスクールに入った人で、何だったっけな、ひふみプラス、うん、買ってる。あれ4000億ぐらいで時価総額で、4000億って言ったら日本の,そのファンドだとかなりでかいんですよね。うん <laughs> まあ、その、ひぐみプラスは運用してる歴史も長いし。ただ、その、手数料とか高い。高いし、4000億って聞くと、基準価格上がってるんです基準価格上がってるから、保有してる人だったら、<coughs> 長期で持ってて、まあまあプラスになってる。と20%、30%。ね。でも僕はそれ調べたら、純資産残高が減ってるんですよ。うん、減り続けてるんですよね。まあ、この2年ぐらい。そう。だから、アクティブファンドとか、そういった手数料高いファンドから、 みんなインデックスファンドに切り替えてるから、資金が抜けていってるんですよね。これ、資金が抜けてるっていうのは結構やばいです。致命的です。あの、ファンドにとって。そう。だから、その資金流入があるかどうかっていうところに見ないといけないですね。はい。<laughs> 感想、そう、乾燥してるんで、あの、あれです。えー、なんだったっけ、除湿付きの逆のやつ、貸し付きを買って、今日から貸し付き炊いてます。はい。<laughs> ちょっと一旦咳止め飲んでいいですか <laughs> つらいわ、喋んの。咳止めを。<laughs> これから無料セミナーを受けるのですが、書籍のエヴァンジェリストになれますか書籍のエヴァンジェリストのやつは、あの募集したら、 一日でめちゃくちゃ売れた、売れたっていうか、あの、本買ってくれる人がいたんで、僕もこんなに、こんなことになると思ってなくて、そう。だからどうしようかな。一旦、書籍のエヴァンジェリストのやつは、今日何曜ですかえ、金曜日の夜で締め切ろうかな。で、金曜日まででちょっと一旦締め切りたいと思います。で、また、改めて募集するんで、 あのー、なんか後になってから、えー、なんか高くなりますとか、なんかそういう条件は変えないんで、ちょっと一旦止めようかなと思ってます、そっちは。はい。でもそれはそれであの、僕の、なんだろう、ありがとうございますね、ブログとかね、ちゃんと読んでくれて、それは本当僕の思いなんで、あのー、そういうのはやりたいと思ってるんで、はい。<laughs> はい。<laughs> インド株を積み立てにさえ買えないと思うんで、インド株やりたいんだったら、まあ、ETF じゃないですか。外国株の取引サイト開いて、すぐにボタン1個でいけるんで、そうです。<laughs> はい。日本株を売った方がいいですか 分、えー、か,かんないですよね、どうなるか分かんないんで、あくまでこうなるんじゃないかなっていう予想で <laughs>、シナリオを自分で立ててあの、やってるだけなんですよね。だから必ずそうなるとは限らないけど、逆いったときに、ちょっと打っとかないと現金ポジションが少なかったらまずいなっていうことで、やるだけでやって、はい、<laughs> ただ、分、えー、かんないです。 こういう、いやなんか基本的にアメリカ株も日本株も連動してるじゃないですか。だからアメリカ株が急に落ちたら日本株も落ちるし、なんか金利上げていくから基本的にはドル高になるけど、でもなんかやばいっていうことがあったらリスクオフで円買われたりとかもするんで、えー、絶対こうっていうのはないんですけど、まあ長期トレンド的にはドルも上だし、うん、で、えっと、そのだ金融政策を見ていくと、まあちょっと各国で違いが出てきて、 イギリスはもう利上げスタートした。で、えー、っと、ユーロはとりあえずテーパリングはもうやめていくと。あーテーパリングじゃない、金融緩和をやめてテーパリングしていくと。で、ただ、利上げあのはしない。まあ、ユーロとかマイナス金利じゃないですか。で、えー、自国通貨安にして貿易であの利を得ようと日本。日本と同じようなことしてますから、あそこも輸出の国なんで、まあ、ヨーロッパだってドイツが車を売って金儲けしてるんで。 そう、だから、まあ、金利は上げないでしょうね。うん、で、日本は、えー、とインフレせ、こんだけ金融緩和、お金、じゃぶじゃぶしてるのに、インフレ率がめちゃくちゃ低いんで、だから全然余裕でまだまだ金融緩和やりますよみたいなスタンスを取ってるんですね。まあ、そこにもしかしたら海外投資家が目をつけてきて、えー、もしかしたら日本株上がるかも分かんないです。だってア、アメリカはだって金利上げるから、ちょっとアメリカ株しんどいなってなった時に、 えっと、じゃあ、日本金融緩和お金じゃぶじゃぶになって、じゃあ、日銀がまだ ETF とか買い支えたりとかするんだったら、全然、あの、日本株ありだよねっていうふうに、そういうちょっと、投機マネー的なものが、海外投資家の投機マネーが入ってくるかもわかんないですね。もしそういう流れがあったら、あ、これ来てるなってなったら、ちょっと乗っちゃってみるっていうのもありだし、うん。まあ、ポートホリオの小さい部分でね、やっていくのもありだし、 まあ日本株をメインに運用している人はそういうところも見ていってもいいかもしれないですね。はい。個人コンサルはかなりの、えー、倍率と費用でしょうか。もうなんか投資の個人コンサルをやってないですね、僕はあの。もうやめちゃいました。はい。なので、えー、っと、企業のコースで、えー、1年間とか半年間の人だけ今コンサルしてます。で、もや、なんだ、この間もセミナーやって、もう本当受けたいっていう人が多いんで、 ありがたいんですけど、なんかもう大変になっちゃうんで、えー、まあ完全に終了とはやんないですけど、ちょっとこの先、もう人数限定で年に何回しか募集しないとか、ちょっとそういう感じでもいいのかなって思ってきてて、か、金額めっちゃ上げるか。金額めっちゃ上げたら、入ってくる人少なくなるから、コンサルしないといけない人が減るなっていう、なんか最近そういうの考えたりしてますね。だからなんかコンサル費も地味にちょっとずつ上げていってますね。はい。 後ろの縦は何、症状は何でしょうかえっ、ー、と、まあ、この青いやつはギネスのやつですね。まあ、皆さんこの中でね、ご協力いただいた方がいらっしゃると思うんですけど、えっと、ギネスのあれですね。で、えー、あとは、<laughs> 商標登録ですね。<laughs> あの、まあ、ファイナンシャルフリーカレッジっいうスクールの商標登録と、ライオニーさんという商標登録ですね。はい。<laughs> エクソンモービルはありですか原油高になるんだ、なりそうだから、ありですね。ただ、 結局、原油も結構、これな、これあるんで、えー、っと、そこは気をつけた方がいいですね。なんかインフレしていくんだったら全然ありじゃないですかね。ねしかも配当も高いんで、うん。ただ、その超、長期目線で考えると、脱炭素って言われてるんで <laughs>、そこはどうかなっていう感じですね。だからエクソンモービルとかを、そのポジションに入れていくんだったら、なんだろうな。えー、もうバフェット太郎のやり方ですね。ポートフォリオの何パーセントって決めて、エクソンモービルが、 株価はもうこういう感じなんですよ。長期で見てもらったら。でも、仕方ないんですよ。だって、配当銘柄なんで。うん、<coughs> なので、別にそこは気にせず、エクソンモービルの株価が暴落しようが、ポートフォリオの比率で10%って決めたら、もうひたすら10%を守っていく。で、インカも取っていくっていう投資をやる方が <coughs> 成功すると思います。はい。はい <coughs> そうですね。なので、えー、まあ、ぶっちゃけた話、その個別株とか <laughs>、金利上げられる前に <laughs> 仕込まないとダメなんですよね。だから僕はもう、個別株仕込み終わったっていう感じです。はい。仕込み終わったんで、もう別に無理して買わないっていう感じです。これから金利上げられていくんで。うん。っていう感じなんで、まあ、あの、株はもう、あの、ある程度仕込んだんで <laughs>、放置ですね。放置ですね。 っていう感じです。はい。<laughs> インデックスで長期投資してる人はやっていけばいいし、えっ、ー、と、その相場の金利上げされていってる状況とマーケットの状況を見て、あと企業の決算見ないといけないですね。決算見て、えっ、ー、と、いい決算が、使用企業、いい決算が出てるのか。で、えっ、ー、と、そのどのセクターにいい決算が出てるのかっていうのも見ていって、で、指数も何が強いかっていうのを見ていって、まあ見ないといけないのも大変ですけど。<laughs> はい。そんな感じです。<laughs> お得ですね。100冊。確かに。すごい。はい。そうなんですよね。うん。なので、結局、これ、その、なんか100冊とかのまとめがいって、クラウドファンディングと一緒なんですよ。僕がやってることって。そう。100冊、ま、買ってもらうって、なかなかのことじゃないですか。まあ、お金にしたら15万円のお金を使ってもらう。だって本って1冊1500円なんで。でも、そんだけのことをしてもらうってことは、 えっと、それ以上に魅力的なことを僕はリターンとして出さないと買おうっていう気持ちにならないわけじゃないですか。だから、当然僕はその100冊にお金使ってもらう15万円以上のものを、あの、当然、その、なんだろう、リターンとして出すから、から、あの、欲しいって皆さん思うわけなんですよね。だから自分のコンテンツ作るときも基本そうなんですよ。あの、自分、僕の企業講座とかでも教えてますけど、 えと例えば30万円とか50万円の講座を作りました。コンテンツを作りました。でも30万とか50万の中身で作ったら売れないんですよ。まあ売れるかもしれない。その人がブランド力とか影響力あったら売れるんですけど、基本は売れないんですよ。いや、100万でも売れるものを30万とか50万で売るから売れるんですよ。っていうことなんですよ。買う人が。だって30万円とか50万円っていう価格だけ見ると高いんですよ。だって高いじゃないですか。えっ、ー、と、外食1回、まあランチとか1000円でできるって考えたら、 50万円とかめっちゃ高いわけじゃないですか。ね、この価格だけ見ると。うん。50万円です。聞かれたら。高い。だけど、内容を見て、いや、この50万円の商品の中身はこんなこともあるんですよ。こんなことも学べて、こんだけ付きっきりでやって、このサポートで、この特典があって、えー、なんかいろいろ保証とかもあって、これで50万円ですよって聞くと、え、安くないみたいな。これ100万円ぐらいの価値あんじゃん。って、わかる人に売れるっていうことですね。 はい。だから値段値段で人には売れないです。価値が分かる人に売れるってことですね。だから僕もあのブログ書いて、今回僕はこういうことで結局、あ、あの出版しました。で、えー、こういうことをリターンして用意してるで出したら、もう出した瞬間にいいと思った人はもうボボボボって注文来て、メールドドドドって来て、こんなに僕もね、皆さんに何だろう、えっ、ー、と、喜んでもらえるってうのはちょっと思わなかった。びっくりしたんですけど、ありがとうございます。そんなに。はい。<laughs> え、書籍ね。 あの、まだ注文あ、予約、事前予約ですね。されてない方はね、えー、TikTok の方は、あの、リンクの方からね、YouTube も、えー、この動、このね、えー、っと、ライブ配信の、えー、まあ、リンク、概要欄ですね。概要欄から、えー、事前予約できますんで、事前予約でプレゼントもありますんで、はい。ぜひね、まだの方は事前予約していただいて、ちょっと100冊のまとめ買いは、一旦金曜で締め切ります。はい。 これなんか配信とかした方がいいんですかね配信すんのもね。LINE で配信すんのも、ありがたいことに僕の、ね、LINE の登録者がめちゃくちゃ多いから、LINE の配信代だけでめっちゃお金かかるんですよ。そうなんですよね。月何十万もかかるんですよ。LINE の配信代だけで。LINE ボロ儲けですよね。はい。<laughs> それは LINE から申し込みますか何のことですかね ?100 冊のまとめ買いですかね。あのー、詳しく、まとめ買いの方は、えっと、ブログ書いてますので、 ファイナンシャルフリーカレッジの、えー、ホームページのブログに、えー、書いてます、概要は。今日の LINE で流しましたよ。今日の、ね、LINE でね、はい <laughs> まあ。もしかしたら、でも LINE なんだろう、フィルターでな流れてない人もいるかもしれないんで。はい。<laughs> はい VUG は長期保有は微妙ですかうんいや、長期保有でいいんですけど、なんだろうな。 えーまあ、なんだろう、うーん、まあちょっとこれから金利上がるから、グロースはちょっとしんどいかなっていうのがあるのと、ただそれも一旦調整、あれ、あのなんだろう、まあ多分、バリューの流れがそろそろ来るような気がする。グロースがーずっとグロースで来るってことはないんで、入れ替わり、セクターローテーションするんですよね。だからバリュー、グロースの流れが来て、その後バリューが来て、またグロースが来てっていうので、ちょっと一旦バリューが来るかなって僕は思ってて、 そうなんですよ。で、えっ、ー、と、今、個別株で、でもグロース株結構持ってて、でもそれはすごい安い時に仕込んでるから、含み益がパンパンに乗ってるんで、来年調整が来ても、全然この自分の含み益の範囲の調整で、で、調整が終わってその後上がっていって長期保有できるっていうなってるから持ってるだけであって、で、えっ、ー、と、VUG とかは買うのがちょっと僕遅かったんですよね。あ、これいいわと思って買うのが遅かったんで、自分が持ってるところから、平均単価から、今のレートっていうのが、まあ、プラスですけど、 含み益の,の量が少ないから、微妙だから、で、キャッシュポジションを増やしたい、じゃあどっからキャッシュポジションにしていくかって考えた時えときに、えっと、一番最も含み損になりそうなところから売っていくんですよ。で、今後の展開的に、えっと、来年的にちょっとグロース微妙だなってなったんで、それを売ったっていうだけであって、いや、僕の個別株みたいに、VUGU すごい時に安い時に買ってて、含み益パンパンっていう人とかは、 全然長期保有したらいいと思います。はい。<laughs> めっちゃもろいコメント来てる。ライオン兄さんと呼ばせていただくと長いので、教授と呼んでもいいですか <laughs> 教授、教授ってなんか大学の先生とかでしょ教授じゃないと思うんですけどね、うん。教授って言ってもいいですけど、教授っぽくなくね。音が突然途切れた。<laughs> ええー、あーちゃん、地方なのでライブ配信で参加したい人。あ、そうですか。ですよね。うん。そうなんですよ。だから出版記念パーティーやって、えー、っと、まあ、有料にしたら、そんなに集まんないんじゃないかです。だったら、ズームで無料で、みんな、わーいって来れて、で、しっかりそ,そこで僕が本のセミナーやってからの、その、なんかバーヘッドのセミナーとか、えー、不動産のセミナーとか、あと、なんかね、お金系の、あのそういう面白い人たちいっぱい集めて、 なんか出版記念イベントみたいなのをバーンっていうね、やつやりたいなってちょっと思ってて、だったらみんな参加できるじゃないですか。うん。っていうのも、角川で僕一回その、1万円ぐらいでセミナーやったんですよね。あの本のセミナーやりますみたいな。うん。で、えそうです。それやったときに、そんなに集まんなかったんで、そうなんですよ。だったら無料でズームでこういうご時世なんで、ですよね。オミクロンもどちょっとどうなるかわかんないんで、ね、うん。 っていうことです。はい。<laughs> ライオンの被り物気に入ってるんで、ショートも TikTok もだから、なんだろうな、えー。暑いんですよ、あれは。暑いんですよ。はい。早く気づいて。風間郎さんを信じてレバナすか ?SP500 かライオン兄さんはどっちですかだから、 えっと、自分の信念を貫くってことですね。だから、どっちが正解かっていうのは、もうその人の考え方なんで、えー、風丸さんは、えー、じゃあ、レバナスを信じて、でも、ぶれないじゃないですか。もう、レバナスで行くみたいな。それがいいと思うんですよ。いや、レバナスで行ったけど、ちょっとなんか、あの、下がってきたから、ちょっと、えー、やめようかなとか、それはダメだっていうことですね。だから、自分が決めた、その信念を貫くっていうのが大事なんです。投資は。そう。だから、自分のスタイルでやり、やると。 ねえー、ルールを決めたとで、そのルールに従うってことです。うん、例えば僕の場合だったら、えーまあ、グロース株投資が好きなんで、別にでもグロース株がダメな時も来るけど、でもそこにその自分の軸を置くっていうか、えー、ETF と、ね、そういう指数と、えー、じゃあグロースでポートフォリオ組んでる、じゃあそこに軸を置いてる、で違うセクターとかが上がるけど、そこで目移りあんましないってことです。 で、こう行ったり来たり、あっなんかいいところに飛び乗るっていう人は、だいたいうまくいかないですね。だから軸をどこに決めるかっていうことですね。はい。で、それが別にレバーナスだったら、レバーナスでやればいいんじゃないですかね。うん、はい。<laughs> こんばんは。いつもありがとうございます。積立 NISA、講座開設しましたが、始める時期は大丈夫でしょうかえー、まあ、このタイミングなんで、あの、年明けでいいんじゃないですかね。今からだったら。はい。<laughs> ズーム。あ、中本博士さん、ズーム。ああ、やっぱね、ズームのコメントが多いですね。はい。何言ってるか分かりませんよ。聞こえますか ?YouTube の方。<laughs> あ、あイホことさん、おめでとうございます。先日、SBI 証券の IPO が当選しました。つみたにさん、イデコの IPO、えー。投資の世界を知って始められたのはライオン兄さんのおかげです。ありがとうございます。はい。はい、そうですね。はい、そういう、あイほことさんは、 感謝の気持ちがあるような人だから当たったんでしょうね。はい、気づいて、聞こえますか ?YouTube の方。ちょっと分かんないですけど、音声がどうなんですかね、えー、最新のコメント。最新のヒロリンさんのライオン兄さんってライブやるんだ。たまに YouTube 見てたから見てみました。嬉しい。聞こえてます。あ、ブルートンさんが聞こえてます。はなちゃんの母さんもあ、メンモさんも聞こえます。あ、だかよかったね。風、コロナですか えー、コロナでないことを祈る。うん。あ、っていうか、コロナじゃないです。僕は、あの、ぜん持ちで、毎年、今年はなんかたまたま12月になったんですけど、大体毎年9月、10月、11月ぐらいに、1ヶ月間ぐらい、あの、咳が続くっていうことがありまして、それがたまたま12月に来たっていうわけですね。はい。まあちょっと年末年始ゆっくりして、もう働きすぎなんじゃないかな,な、僕は、に。はい。<laughs> YouTube は重そうですね。 リビ,リビアンモーターどうですかよくわかんないですね。何のやつでしょうかスイッパーおめでとうございます。ありがとうございます。ぜんです。そうです。はい。そうなんですよ。全速でも、皆さんのためにこうやってね、やりますよ。はい。あの、ライブ配信をやります。はい。<laughs> そうなんですよ。なんか面白い画像が。 面白い画像っていうか。アマゾンでね、でかいのが出てこないんですけど、えっと、年収300万円、貯金ゼロから7年でセミリタイアするお金の増やし方という本をえ2月17日に出版されますので、アマゾンでえ今、事前予約できますので、よろしければね。 事前予約していただければと思います。はい。で、えー、っと <coughs>、TikTok のプロフィールと、えー、YouTube のね、この概要欄から、えーっと、事前予約キャンペーンやってまして、えー、なんかその書籍のね、えー、LINE に登録してもらって、えー、本を事前予約買ったっていうキャプチャーを送ってもらったら、あのー、2月17日頃ね、一斉配信で、えー、そのキャプチャーを送ってくれた人にプレゼントを渡しますので、 はい。プレゼントの方もね、受け取っていただければと思います。はい。<coughs> エヴァレッジの S&B は購入してないですか購入してないですね。はい <coughs>。年越しはどう過ごされてますかえー、家で年越しそばを食べてます。はい。じっちゃま。はい。100冊購入。あ、あり、アラォー、アラォーママの日常さん100冊、ありがとうございます。はい。えー、っと、メールいただいた方ですね。どの方かなんとなくわかりました。 はい、100冊、諦めきっちゃうんですね。どういうことですか原則だと季節の変わり目は辛いと聞いたことがあります。ライオンの T シャツ、何色持ってです。これねこれとね、えー、ピンクと水色と黄色ありますね。はい <laughs> 株を長期保有するのが前提だと、来年下がったとしても今、長期保有そう、僕も長期保有前提です。長期保有前提なんですけど、ポート保有の中で株の比率がちょっと株価上がりすぎたことによって、大きくなっちゃったから、それをメンテナンスするだけであって、基本長期保有なんですよ。で、別にその自分の比率がまあ安拝っていう人は別に売らなくていいんですよ。基本長期保有なんで。うん。<laughs> ポート保有の割合はどの、 ぐらいがいいがでしょうかそれは、えー、FFC の無料オンラインセミナーでお越しください。はい。もしくは、あの、講座、オンラインサロン入っていただければ、詳しく教えてます。はい。もしくは、えー、本のエヴァンジェリストになっていただいた方には、お伝えしますので。はい。<laughs> 銀行の3分割投資を1年間、えー、5万円ずつしたら、えー、2700円プラスでした。あ <laughs> の、2700円はちょっと少ないですね。うん。 はい、仮想通貨ってどうなんですか仮想通貨にで、えーと、仮想通貨のインカムであのファイヤーしてる友達とつい2日ぐらい前に会ったんですけど、えー、なんか下がりそうって言ってましたね、うん、下がりそうって言ってたんで、そうなんですよ僕とその友達のディ、えー、ス,スク資産の比率がちょうど一緒ぐらいで、面白いことにで、現金比率が少ないんで、これをちょっと現金比率上げようと思ってんだよねって言ったら、 そいつも同じことやるって言ってて、同じ違う畑なのに。そう。で、二人ともやっぱちょっと上がりすぎてるから、年明けてから、年末年始の株高イエーイみたいな感じがあって、一旦それがあった後に、ちょっとそういう感じに落としていくっていう、暗い感じになっていくんじゃないかっていう、絶対そうなるんじゃなくて、シナリオを立ててるだけなんです、僕たちは。うん。仮説を立てるんですよね。で、仮説を、仮説検証なんで、そのもうやってみるっていうことです、それに対して。 で、別にそれを、じゃあ、ちょっと、えー、リスクを落とすっていうことを、やんだけど、別にそうなんなくて株に上がっていったら、別にそれはそれで OK なんですよ。でも、そう下がって逆行った時に、えー、あ、現金が全然ない。で、僕、税金の支払いも来る。あ、やべえ。含み損になってる時に株売んないとって、これが一番嫌なんで、最悪な状況を免れるために、あの、安全策を取るっていうだけの話です。はい。<laughs> でもなんか仮想通貨僕あんま詳しくないですけど、僕の友達は仮想通貨なんか35名ぐらぐらい分散してて、でえー、そのうちのなんか30%はステーブルコインにしてるみたいな。で仮想通貨ってなんか仮想通貨を貸すだけで金利もらえたり、なんかステーブルコインとかもうめちゃくちゃ金利高いらしいんですよ。定期預金みたいになんかステーキングっていうのがロックかけるみたいなことしたらめっちゃ金利もらえるらしいんですよね。で、えー、っとコロナショックがあって、まあ、今空前絶後の低金利時代じゃないですか。 だから、その金融に詳しい人っていうのは、そのイールドが高い、金利が高いところをひたすら探してるらしいんですよ。そう。普通にビットコインとかイーサリアムとか、そういうのを貸すとか BN、BNB コインをどっかに貸すっていうだけでも、金利がもらえるっていうか、それ、しかもコインで増えるらしいんですよ。そう。イーサリアムを貸したら、イーサリアムの <laughs> 枚数が、イーサリアムの価格は変動するけど、イーサリアムの枚数が、 金利でもらえるみたいな。だからそ、その福利で増えるわけですよね。僕の友達が言うには。そう。で、彼は、あの、日本じゃなくて、メキシコとアメリカの口座を使ってるんで、え、なんか仮想通貨の税金なんて払ったことねえよって言ってましたね。え、そんなの来たこともねえみたいな。そう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 。まあ、こんなに税金払わせされてんの。まあ、僕らだけで。まあまあ、もしかしたら仮想通貨もね、その、めっちゃでかい、入ってきた人。 だけけにかかかってくるのかもしれないですけどそう、だからなんかその、あんまりキャピタルゲインで取る、なんかその仮想通貨めっちゃ下がってるときにちょこっと入れたやつ。で、ポートフォリオがもうだ,だいたい10倍とかになってるんで、もう今その金利だけでファイヤーできてるって言ってましたね。うん。そう。でも多分相当勉強、なんかね、話聞いたけどめっちゃ難しかったって。相当勉強してるね、あれは。相当勉強しないと無理だね、なんか。 35名から分散して、で、まあまあ、英語とかもできるっていう、そういう強みもありますよね。で、なんかやっぱその適当にコイン買うんじゃなくて、だって時価総額めちゃくちゃ、なんか200位とか300位とかのやつを買うらしいんで、でもそれをなんかプロジェクト見て、なんかパワーになるやつもあるらしいんですけど、そうそう。なんかしっかり調べてからやるって言っててね。そう。で、彼の中で、その理覚っていう概念が、なんかそのね、本当に草コイン、 草コインみたいなやつがもうほんと何十倍とかなってるのいっぱいあるらしいんですよ。死んでるやつもあるけど。でも1個の銘柄にちょっとしか入れないらしいですよね。20万とかね。<laughs> そうそう。<laughs> で、バーンって跳ねたやつは、その理覚するときにキャッシュにするんじゃなくてステーブルコインにするっつって。で、金利もらうって言ってましたね。なんか面白いなと思いながら聞いてたんですけど。はい。つ <laughs> たで本買いますから買えないですよね。まだ出版してないんですよ。 あ,のあれ今、事前予約の段階なんで、アマゾンで事前予約はできます。はい。<laughs> 予約しましたよ、ありがとうございます。はい。アマゾンで、あの、事前予約できますので、ぜひ、お願いします。はい。うん、そう、なので、えっ、ー、と、セミナーの方はね、ちなみにもう年内ほぼ全部埋まっちゃいましたんで、また、えー、あんまり、年明けのスケジュールももう決まってるんですけど、 あんまり早く出しちゃうと、えっ、ー、と、ぶっちする人が多いんで、そう。なんか12予約入ってて1人しか来ませんでしたっていう時とかあって、ショックで。だから、えー、本当に年末30日ぐらいに年明けのスケジュールは出します。はい。<laughs> またそちらもね、来ていただいて。で、えっ、ー、と、1月何時だったっけな ?10 日ぐらい。<laughs> ちょっと見ましょうか。 1>, えとね、1月ね、えーえーと、7から11にお金サミットがあるんですよ。で、僕も一応呼ばれて、えー、と1月10日の夜8時、えー、メモっといてください。1月10日の20時に、<laughs> 1時間 <coughs> お金セミナー、ズームかフェイスブックライブ。で、この、いろんな人のお金の先生いっぱい出てきて、えー、それ無料で皆さん受けれますんで、<laughs> おめでとうございます。無料です。 ただです。はい。ただなんで、ええー、まあ、僕の話も聞けますし、僕以外の、なんかそういう話も、セミナーの話も聞けますんで、よかったらね、そちらにも参加していただいて、まあ、僕の登壇のとこも、よかったら来ていただいて、はい。そうです。なんか視聴率が高いと言いらしいんで、あの、ぜひね、僕のとこにも、あの、来ていただければなと思います。はい。そうですね。うん。 一応それがあるっていうのと、そんなとこですかね。で出版記念イベントは、えー、2月の頭ぐらいかなに考えてますね。はい。で、2月17日に本がリリースされ、ね、出版されて、全国の書店にも並んで、で、えー、3月に、3月16日から4月15日の1ヶ月間、えっと、京王線、京王線で、えっと、あイオン兄さんの 出ししましたっていう広告があの乗ります、1ヶ月間。京王線ですね。僕も京王線だから乗りに行きます。自分で行って、自分の広告を、えー、写真撮って、SNS にアップしようかなと、えー、思ってます、はい。京王線で使ってる方、お楽しみください。はい、あとですね、2月に、えー、テレビの撮影がありまして、で収録がありまして、えー、おそらく3月に、えー、元政治家の方と対談しますんで、私。はい それも楽しみにしていただければなと思います。はい。あとですね、その2月の、えっと、7から11にお金サミットがあるんですけど、そのサミットに招待していただいたサミットの主催者の方がですね、えー、三浦さやかさんという方がいて、最近角川からこの方もね、出版されておしゃべり企業の教科書、僕もまだ5ページぐらいしか読んでないんですけど、よろしければね、えー、この人は、 SNS でライブ配信をしてマネタイズしてるっていう、なんか銀座でエステ、ST、ST もなんか2点僕らい経営されてるみたいですけど、え企業塾みたいなことされてまして、えまあ女性の方なんですけど、はい。よろしければ、こちらも角川からね、え出版されて、え都内の大型書店でね、えランキング1位とかなってるんで、よろしければこちらもね、チェックしてみてください。あとですね、えっと、私の Facebook グループでは、 お金のサロンライオン兄さんっていうのがあるんで、まあ、もし入ってない方がいたらねあの、検索していただいて、えー、今日のライブ配信で知りましたってね、申請してもらえれば、お金のサロンライオン兄さんでフェイスブックで申請してもらったら、無料のオンライン,イあのオン,ラインコミュニティみたいなのを作ってますんで、よろしければね、そこに来ていただいて、その中ではあのもう告知したんですけどいや、実はライオン兄さんのメンターですね、えー、小山達夫さんという方が本を出しましたので、えー、これも角川なんですよね、実は。はい。で、私の出版コンサルも小山達夫さんです。 小山達夫さんめちゃくちゃすごい人です。あの、神メンタルの星渡さんも最近、神、えー、モチベーションっていう本を出したんですけど、実は、えー、その、えー、星渡さんの出版コンサルしてる人,人も、この、なんと小山達夫さんなんですね。めちゃくちゃすごい人なんですけど、はい。で、えー、この方も本出されて、えー、っと、これは、えー、ロジャー、ロジャード・ドーソンっていうね、アメリカのマーケッターでしょうね。アメリカのマーケッターの本を、 まあ、小山達夫さんが監修してるみたいな、えー、本ですね。えー、これより前に、J.A. ブラハムっていう、もうアメリカの、えー、ハイパワーマーケティングっていう、アメリカのマーケティングのベストセラーの本を小山達夫さんが監修して、そのベストセラーとなったんけですで。まあ、それの横点みたいなバージョンですね。の本が出てますので、えー、特に経営者の方、こちらね、非常に勉強になりますので、えー、買って読んでみてください。はい。そんなところです。はい。<laughs> という感じで、えー、っと、まあ、いつもはね、調子よかったら、まあ、1時間半とか2時間やるんですけど、ちょっと今日はね、調子悪いんでもうすぐマーケット開きますね。ちょっと株の動きだけ見ましょうか、最後。<laughs> はい。えー、っと、どれどれ。えー、うーん、うん、まあ、微妙。微妙だけど、SP500 はほとんど、 あれですね先物は現物と一緒ぐらいで、ナスダックが若干、先物の方が若干強いっていう感じですね。あんま変わんないですね、今日はね。うん。そうですね。じゃあ、あと見ようかな。うん。うん。 ナスダック、SP500。ああ、でもなんか、なんとなく、なんとなく、今日はちょっと分かんないけど、なんとなくこの後上がりそうな気がする。なぜかというと、今パッと見ただけで、ちょっと詳しく分析してないんですけど、SP500 のマックディがゴールデンクロスしたで、えっ、ー、と、ナスダックもゴールデンクロスしそうってなってるから、これで、えっ、ー、と、ゴールデンクロスして、えー、しっかりとこう、強い要線が立ったら、 ガッて一気に行って、もしかしたら最高値更新で、うわーい、おめでとうみたいな感じになるかもしれないですね。まあ、そう、そうなったら適当なところで僕は理覚しようかなと思ってます。はい。そんな感じでございます。はい。<coughs> じゃあ今日あんま長々とできませんでしたけど、えー、まあ、できるときはライブ配信しようと思いますので、はい。引き続きね、えー、応援していただけると嬉しいです。はい。っていう感じでね。 えーまあ、今日のライブ配信面白かったよっていう方は、あの、最後、いいねしていただいて、YouTube もいいねしていただいて、えー、TikTok もいいねしていただいて、はい、そんな感じで、もう明日はみんなクリスマスなんで、ね、えー、ク,リクリスマス、イブか明日、明後日クリスマスなんで、えー、楽しいクリスマスをね、過ごしていただいて、株も上がるでしょうから、ねえー、株がちょっと上がったって方は、ちょこっと利益確定して、それでね、ちょっと大切な人にプレゼントしたりとか、えー、していただければと思います。はい、第4兄さんの方をね、 えー、買っていただいても結構ですし、まとめ買いは一応一旦金曜で、えー、エヴァンジェリストのね、募集は一旦金曜でストップしたいと思いますので、えー、まあもう今のうちやりたいという方はね、やっていただいて、はい。また今後ね、年明けたら、えー、出版記念イベントとかね、面白いことやっていこうと思いますので、はい。まあ、最後に、なんだろうな、えー、っと、ライブ配信も、なんか年末年始とかもやりたいですね。えー、クリスマスはちょっとやんないですけど、えー、年末年始、多分僕もやることないんで、 もうなんかライブ配信するのがちょっと趣味みたいなところもあるんで、えー、忘年会みたいな感じ。もう酒飲みながら、忘年会みたいな感じとか、えー、年明けも、ちょっとそういう感じで、えー、2回ちょっとね、調子があんまりなんでできるかわかんないですけど、まあでも絶対どっちか1回やりたいと思ってるんで、忘年会か新年会みたいな感じで、あの、やりたいと思いますので、えー、またね、時間が合えば、ライブ配信に来ていただけると嬉しいです。はい。じゃあ今日はちょっと短いですけど、こんな感じで終わりたいと思います。 あの、全部コメント読めなくてごめんなさいね。はい。じゃあまたおやすみなさい。<laughs>